難しいんだけど、あーすごいゆっくりやってもらうとすごい、うわいただきます。チチー。いただきます。暑いぞ。ここに食堂があって、ここに胃があるぞって分かるぞ。すっげえ目が覚める。今日はノップのクリーム、カズさんからいただいた、奪い取った。でも何だっけ、静岡のものなんだね、そもそもね。ノッポ、子供の頃に食べて懐かしさを思い返せるような食べ物を、大人になってからも食べて、また同じく美味しく懐かしさが正しかったっていう感じで食べれると、なんか幸せだなと思って、なんかイメージね、イメージ。きな粉。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。こちら視聴者さんのやっちゃんの工房です。やっちゃんは木の職人さんなのです。よいしょ、お邪魔します。これからこれを少し落として、そっからガクハクにしていこうという。これだけずっとこしとるだけ。なんで、こういうのもすべてどうするか、すべて手作業で処理してたから、あの機械で保存取りみたいにしよう。みんな不揃いだね。知らないけど、これなんかすごいな。この下かの、はいはいはい、木が違うけど、別のもこう埋め込んである。この形にはだってそういうもんしといて、これに当てといて、こう全部をこれも入れて、なるほど、それで生き返っちゃうんだ。そうこのまま材料自体も、
よいしょ。出来が悪い2人だからなかなか出ない音が。ぶつかんないように。すごい。ですよね。そうですね。